ティーチャー空母。いや、今日も散歩できますね。雨が降ったら、降っても散歩はできるけど、雨が降ってない散歩の方がいいですね。ほら、今日も青空でございます。ティーチャー空母。カラスが鳴いてますよ。さっきね、僕ね、これちょっと限定動画になるんですけど、あの借金男、借金6000万男さんからちょっと動画メッセージが来まして、それに対して動画撮ってたんですけど、なんかね、あの吉谷さんと、あの10日 YouTube やってみてるんですけど、ちょっとなんかどうなんだろう、方向性がみたいな。それで借金6000万男さんが何言ったと思います、久保さん。借金を6000万男が言った一言、何言ったか、ちょっとびっくりしたんですけど、吉谷さんと、あの僕今8万円だったらあるんで、8万円でなんとか商品作ってくれませんかみたいな。そこかよみたいな。僕が言ったのが、あの最初ね、20万にまあオファーが来たんでね、僕もオファー返ししたんですけど、最初20万にしようかなと思ったんですけど、まあ、20万だったらちょっとかわいそうだなと思って、10万だったら受けますよっていう、プラス2万作ってこいってみたいなね、これも教材だみたいな。自分のね、テリトリー外、自分の許容範囲外のことを今からやろうとしてるのに、なぜ許容範囲で8万なら払えるんですけどみたいなね、なんで許容範囲のことしかできないねと、許容範囲外の収入を得ようとしてるのに、なんで行動は許容範囲ないねみたいなね。で、まあ動画のオチとしては、いやそこじゃないよと、まあ、別にオファー受けたからね、オファーはこう返してね、それまたこう返ってきたらまあ受けてもいいけども、借金そもそも6000万あるのに、そもそもなんかお金払おうっていう、なんかその今やるべきことはお金一切かけずにね、どうやってその金稼ぐかっていうことを徹底的にやることじゃないですか。だってプラ、まあまあ借金6000万あるんで、マイナス8万になったとしても、まあ大した変わんないかもしれないけども、でもその積み上げでしかないですから、うん、まあ言ったのは今やるべきことはそこじゃないよっていう、で10日でピーピー言ってるんだったらもうやめろということを言っときました。10日でまあ欲しいんでしょうね、だからスタートアップみたいなのが欲しいみたいなね、まあみんなこの道を行けば正解みたいな道が欲しいんですけど、まあ猪木さんの言葉ですよ、この道行けば歩まからず、あの言葉好きなんですけど、ちょっと好きだけど一語一句覚えてないですけど、まあこの道を進んでも本当に大丈夫かなと、だけど行かなきゃいけないとみたいな言葉なんですよ。さあ迷わず行けよ、その一歩がなんちゃらみたいなね。そう、まあ僕もね、まあ久保さんもそうだと思いますけど、僕のね発信の仕方っていうのは、まあ情報商材屋としては多分ねもう異例なんですよ。多分ないですよね、久保さんね、この形は。情報商材屋でこの発信の仕方はまずやってる人いないので、じゃあそう、僕はその自分でオリジナルなの、もちろんねいろんなものはパクってるんだけども、でもそれは他業種からパクってる。だからその YouTuber は情報商材屋じゃないですから、その情報商材屋なんだけども YouTuber からパクってるからオリジナルになってる部分あるんだけども、なんかそのなんだろうな、まあ自分の独自性の情報発信のスタイルですよね。まあそれを確立してたわけですよ。でもこの確立してたのも5年ぐらいですか、やってるわけですよ。まああと10月でもう5年経ちますけど、積み上げてきて、まあ今はね借金も返したし、まあ、売り上げもちょっとずつ安定してきたんで、まああのね、昔はその商品、僕もねこのやり方でね販売して商品1本も売れないっていうこともありましたし、まあでも1本も売れなくて3日間ねセールスして1本も売れなかったらこれやべえなと思って、もう一気にセールスレターも全部コンセプト変えて、全部変えてまたセールスし直して80本売ったってね、ゼロ80倍にしたっていうね、まあ僕の歴史がありますけど、すごいないですか、ゼロを80倍にするっていうね、もう全部セールスレター買いましたよね、ガラッと。で価格も全部変えて、オファーも変えて、そう、まあだからもうなんか、絶対ってないんで、
だからやることっていうのは、やってその結果に対して改善して、でそれでもダメだったら改善して、そして検証してこう やり込むしか、それが答えなんですよ。だってもしですよ、もしこうやったらこうなるっていう答えがあったとして、じゃあ1000人がねそれやったらね、全部それなるのでね、再現性はあるけど、再現性がありすぎるから再現性がなくなるっていう、わかります？だって全員がそれね、1万人100万人が同じことやったらね、そのなんだ、みんな一緒ですから。どうですか？どうですか？その選ばれなくなるじゃないですか。まあそしたら価格競争に巻き込まれるだろうし、ね、久保さんね、みんな一緒なんだから。うん。何で競争するっていう、もう価格全部一緒でしょ。だからアップルが今勝ってるっていうのは、アップル独自のね、ものを作ってるからじゃないですか。だからアップルなんかはね、その値下げ競争に巻き込まれてないわけですよ。定価でみんな買うわけですし、まあアップルのホームページから定価で買いますよ、カスタマイズしてすごいですよね、アップルって。てかカスタマイズするためにはアップルのホームページからしか買えないんで、そのまあ電化あの家電量販店で売ってるその規制のね、まあある程度その CPU がこうでとかメモリがこうでっていうのは、まあ家電量販店に安く売ってたりするんだけども、カスタマイズする場合はもうアップルのホームページしか買わないんですよ、買えないんですよね。だ僕の場合はもうなんだ、カスタマイズしたいので、もうアップルのホームページからもう定価で買うしかないですよでも買うんですよ。それはアップルが積み上げてきたものですよね。だからね、10日でピーピー言うぐらいだったらマジでやめた方がいいと思いますね。ね、久保さんね。10日でピーピーかーって、ちょっとね、借金6000万だからもっと腹くくれよっていうのはちょっと思いましたけどね。まあ逆に言うと借金6000万あるから早くっていうところはあるんだけども、そんな早く成功なんかできないですから、うまくなんかね。まあ僕の塾生さんで1億いった人もいますけど、まあそこまで到達するのに3年ぐらいかかってますから、2、3年ね。なんか10日で無理でしょ。無理ですよ。で、まあそのね、なんかその動画で、その借金男6000万の人も動画で言ってたんですけど、だから僕もプライド捨てろ言うたんですよ。だけど、まあ未だに顔出しできてないし、なんかプライド捨てきれてないというか。何なんすかね、全部捨てちまえばね入ってくるんですよ。だからこれはね、まあ本当にビーカーで例えてるんですけど、僕はね、ビーカーに水がいっぱいあったらね、まあ自分の思考だったりとか自分の経験値っていうのをビーカーに例えるならばね、ビーカーを大きくする、経験値を大きくするっていうのは、やらないとビーカーを大きくすることはできないんですよ。ただし経験値がなくてもスキルがなかったとしてもビーカーはあるわけですよ。でその水を全部捨てちゃえば新しい水は入れられるんですよ。つまりスキルとか経験とかなくても捨てちゃえば新しいもの入るんですよ。でもこれ捨てなかったら入らないんですよ。だからその水が溜まった状態で、じゃあ経験値とかを上げていくって、これ時間かかるんですよ。だから一番早いのは今持ってるものを捨てちゃえば新しいもの入るっていう、新しい水入れられるよっていう、今のビーカーでも入るよっていう。だけどそのね、まあクソの役にも立たないし、なんだプライドとかを捨てられないんだったらまあその経験値を上げる時間かかりますから、スキルを上げるとか。だから今担保しながらね、なんだろうな、無理ですよ。久保さんもね、あの塾入った時にクレジットカード2枚ではね、もうない状態で入ってますから、金ない状態でね、久保さんね。そう、久保さんが家賃3万でしたっけ、3万ぐらいのとこな、あそこも広島行った時、吉田さんここ住んでたんですよ僕みたいなね、なんか行った経験ありますけど、そう、あそこ超狭かったですよね。あそこ多分中入ったと思うんですけどね、超狭かったですね。なんかベッド降りた、なんかこうベタンやって、なんかもうすぐテレビあるみたいな、なんか超狭いみたいななんか部屋でしたよね。久保さんあそこからですよね。
まあ、久保さんもね、まあ、久保さんは捨ててないかもしれないですけど、まあ、捨ててるかな。まあでも、久保さんはそのなんか、そういうのないから、ないっぽいですよね。いや、僕もね、いろいろ捨てましたよね。だから、その、Facebook やってる時も、ね、久保さんも覚えてるかわかんないですけど、変顔投稿めっちゃしてましたからね。あんなの、まあ、捨てないと、まあ、できないですよ。変顔投稿、超してましたから。あ、もう自分捨ててるというか、もう、まあ、いかにその、興味を持ってもらうかっていうとこだけにフォーカスして、自分がどう見られてるかじゃなくて、とりあえず興味持ってもらうっていうとこで、変顔投稿ね、写真アップしまくって、1日40投稿とかしたりとかね、変顔で。で、クレーム来ましたからね。なんか、あの、吉谷さん、Facebook 開くと吉谷さんの変顔しかないんで、やめてくださいみたいな。いや、友達解除しろよと思ったんですけど。そう、なかなか変顔投稿、1日40投稿する人もいないでしょうね。なんかね、ほんとなんか、クソの、だからそのレベゼン地球さんとかもすごいなと思うんですけど、もう明確的なんですよね。なんかこうしたいから、そのまあテキーラ一気飲みも別にしたいからしてるわけじゃなくて、どうやったら目立つかっていうところでテキーラ一気飲みで、テキーラ一気飲みなんかもう死するし、もう死ぬかもしんないじゃないですか。やりたいのかっていうと、多分やりたくはないはずなんですよね。自ら望んでテキーラ一気飲みなんかしたくないですよ多分。だけど明確なんですよ、目的が。どうやったらその、だからゴキブリも食いまくったりとかね、そのインスタ100万人行くためにゴキブリ食いますみたいな。いや、ゴキブリ本当に食いたいのかって、多分ね、レベゼン地球さんも言ってたんですけど、いや、食いたくないですよ、みたいなね。だけど、目的を達成するためなら、どんな手段でもやるっていうね。まあ、世の中甘くないですから。なんか、そんななんか、まあ、使えない、金にならないプライド持てても、金にならないプライド持ってて金に困ってるみたいなね。いや、どっちの問題解決したいのっていう。金に困ってるんだったら、やれることやるしかないし。だけどなんか自分は担保しながら稼ぎたいみたいなね。顔はちょっとさらさず、なんか稼ぎたいとか。なんか別に顔をさらさなくても稼げることは稼げるんですよ。ただ、その精神がよろしくないってことです。その精神がそもそもよろしくないっていうね。だって普通に考えたらね、借金6000万ある男ってどんな顔なんだろうって興味出るじゃないですか。だ、それをなんかプロモーション風にしてね、あと5日チャンネル登録100人になるまで、100人になったらあの借金6000万男の素顔公開みたいなプロモーション風にやってるんだったらまだ別なんですけど。ね、それを逆に言うと、そのチャンネル登録を増やすためのその踏み台として顔をわざと出してないとかね、まあそういう使い方だったらまあいいんだけど、そのクソのね、恥ずかしいとかなんちゃらでただやってないっていうのはそれ良くないし、まあ久保さんもよく言いますけどね、まあ、顔をさらしてコンビニ行くじゃないかと。生まれた瞬間顔さらしとるやんけと。なんなんすかね、あれも。なんなんだろうね。まあ、2万本顔を晒して2万本本名でやってる僕にそれを言う、それを未だに言ってくるかっていうね。なんやねん、みたいなね。やっぱ意識っすね。やっぱ意識ですよ。意識。どういう意識でやるかっていう、やっぱインターネットはなんかみんな魔法みたいに思ってる人が非常に多いのかなとは思いますけど、魔法はないですからね。魔法があるとするならばテクノロジーという魔法ですよね。だからまあ僕が寝てても遊んでても動画は再生されているっていうね、ありがたいテクノロジーですよ。それはありますよ。まあそのね、メルマガとかもね、例えば久保さんも2万リスト集めたわけですけど、で30分でメルマガ書いて、30分でメルマガ書いて、それを送信予約ボタンを押してね、その送信時間になったら2万人に一気に勝手に行くっていうね、これテクノロジーですよ。これは魔法ですよね。まあ、テクノロジーを魔法っていうのかどうかはあなた次第ですけど。すごくないですか。普通だったら今までピンポンしてね、新聞の営業とかもね、奥様は洗剤どうすかっつって一本一本アポイント取んないといけなかったわけじゃないですか。それメール一通でね、メール一個書いてバーンっていけるわけですから、すごいですよね。
ん、それはまあ魔法っていうかテクノロジーなんで、まあ魔法じゃないですよね、うん、まあだからテクノロジーをしっかり使えるか使えないかっていう、それだけなんですけど、はい、ということで終わります。